んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは無駄遣いをやめるです。ここで言う無駄遣いとは、自分の収入に対して必要以上に買ってしまう人たちのことです。買い物依存症と言えるかもしれません。そしてリボ払いにして借金を作ってしまうかもしれません。本当に情けないですね。でも本人はなかなかそれをやめられません。本人も気づいているとは思いますが、この人たちはとても見栄っ張りです。この人たちはとても高慢で、自分は絶対に人よりも上であるべきと思っているんですが、残念ながら自分のイメージほどには大した自分ではないので、それをごまかすために買い物をして人に勝とうとしているんですね。こうして借金地獄にはまっていきます。困ったものですね。今日はこれを直しましょう。このタイプにはアファメーションがおすすめです。買い物というものに良いイメージがついてしまっているので、これを悪いイメージに変えるんです。ですから誘導瞑想の中にもこれを取り入れています。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは無駄遣いするよね。買い物に行って欲しくなるとすぐに買ってしまう。この間買ったばかりなのにまた買ってしまうよね。まるで狩りに行くみたいにショッピングに行って何かを買って帰ることが快感なんだよね。そして不相応な高いブランド物を買って、それを持っていることで最初は得意になっているけど、そのうちに持ってることさえ忘れてしまうこともあるよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたが無計画にお金を使うから借金ができて、いつもお金がないんだよ。そして不安になるんだよ。家には大して着ていない服やバッグがあふれているし、おいしいものを買い漁るから太ってしまう。本当に必要なものが買えなくて、結局劣等感を感じているんだよ。ストレスだらけだよね。そしてまたストレスをごまかすために買い物をしてしまう。本当は誇らしくなりたくて買い物をしたのにね。本当にバカだね。あなたが買い物をしてしまうのは単なる見栄だよね。人に勝ちたいんだよね。でも実力じゃ頑張っても勝てない。自分の中身がないのを知っているから悔しくて、持ち物で勝とうとしている。他の人が持っているものは持ちたいし、さらに上を行きたいんだよね。店員に勧められて断るのもプライドがあるからできないんだよね。本当に見栄っ張りだよね。負けず嫌いで傲慢だよね。あなたは知らないんだよ。消費していいのはそれだけ生産した人なんだよ。あなたは大して生産していないのに消費だけ頑張っている。だからどんどん貧しくなって借金に追われて不安になるんだよ。本当はあなたは内面を磨いて誇らしくなりたいんだよね。でもそれには時間がかかるからできないんだよね。それですぐに誇らしくなれるように買い物をするんだよね。でも買い物は実際にあなたを救ってはくれないよね。結局借金を作って不安にさせて、こんな自分はダメだって劣等感を作るんだよ。買い物は劣等感へまっしぐらなんだよ。それに気づきなさい。誇らしくなりたいのに劣等感にまっしぐらの買い物をしているから、さらにまた
ブランド物を買って劣等感をごまかそうとする。あなたにとって買い物は劣等感へまっしぐらなんだと覚えなさい。買い物は滅びの道、買い物はストレス地獄への道、買い物はストレスの製造機、買い物は劣等感へまっしぐら。しっかり覚えておきなさい。買い物は滅びの道、買い物は地獄への扉だよ。二度と忘れてはいけないよ。そして真面目に働きなさい。そして昨日よりも今日、自分を褒められることを探しなさい。仕事がいつもより早かった。昨日よりも声がきれいだった。昨日よりもミスがない。毎日自分で自分を褒めようね。そうしたら、毎日一つずつ誇らしさを手にしていけるよね。大丈夫。大人の自分があなたをいつでも励ますから。本当に誇らしくなる道を選んでごらん。内面の美しさや仕事の実力は他の人の目にはすぐにわからないけど、だからこそ価値があるんだよ。そして長く持つんだよ。頑張ろうね。あなたが大好きだよ。